どうだ、この明るさに慣れたか。ああ、風が心地いい。まだもっと心地いいのを試してないだろ。退院したばっかだし、優しい運転にしとくぜ。彼らは無事？みんなお前のために休みもせず徹夜してるぜ。そういえばお前が一番よく寝れてるね。レディー・ゼット、ドルーディス、ソネット、改革法案から宣戦布告、抗議、無数の情報収集、弁論、計算、みんなそれぞれのやり方でお前に傘を差してくれてたぜ、ベルティ。そのうち過去になる、このストームを。ありがとう。きっと良くなる。ドライブはもういいよな。そろそろ帰ろう。これからどうするの？さあな。まずお前の友達に会いに行こうぜ。戦友と肩を並べて戦えるなら、前に続く道の険しさなんかどうでもいいさ。ちゃんと掴んでろ。加速するぜ。行くぜ、偉大なるレッド38。うらー。調子はどう？少しは良くなった？船長、水です。一気にガブ飲みしないでくださいね。食感に負担がかからないようゆっくり飲むんですよ。はあ、そんな大口で黒パンを食べるなとこのアップルめが申したのに。もう明日の太陽が見えなくなって、ベルティの退院も見届けれないかと思った。誰？ミズ・ベルティ、ベルティ、ベルティ様。体は大丈夫？いろんな設備につながれていたわ。気分が悪かったりする？栄養補給は必要ですか、ミズ・ベルティ。作りたてのヘルシーサラダがありますよ。どこから来たんですの？大量の白鳩がついてきていますわ。太りました？いいえ、痩せたはず。ううん、やっぱりどこか違うような。私は無事だよ。太っても痩せてもない。体調も良好。ちょっと頭が痛いだけ。また君たちに会えてよかった。まだここにいてくれて、私のそばにいてくれてありがとう。何
言ってんだ。待ってて当然だろ。あんたはこの世に残った唯一の友達なんだから。おかえりなさい、ベルティ。ちょうどいいニュースを知らせようと思っていました。よかった、よかったです。どんないいニュースですか？ストーム改革増員と秩序法案は財団にて成立しました。人類安全保障理事会の審査が完了すれば正式な法律になります。あなたと友人たちはより独立した自主権利、より自由な暮らし方を得るようになります。あなたも財団でより多くの尊敬を受けるでしょう。その他の細かい修正についてはレディ・ゼットから聞いてください。良いニュースを共有していただきありがとうございました。じゃあ今回の治療は何だったんだ？治療？ちょうど終わったのではないですか？今回の審査治療の結果は低リスク、安全だと判断されました。レディ・ゼットが言っていた通り、ベルティは強い精神の持ち主です。タイムキーパーにふさわしい人材です。でもルール違反の公共財物を破壊する行為に対しては一定の処罰を与えます。チッ。では私たちはこれで。皆さんもちゃんとお休みになってください。どうやら白い石の部屋から来た鳩に出会ったようですね。どういう意味ですか？特別な意味はありませんよ。ただあなたは彼らの目を引いたということです。